島県民が福島みずほに苦言。福島県を巻き込まないでください。迷惑です。がネットで話題。内容はこちら。福島県民が福島みずほに苦言を呈しているようです。では、阿久津修司さんのツイートより内容を見てみましょう。阿久津修司。福島県を巻き込まないでください。迷惑です。福島議員。政治家というより完全に活動家ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。本当に迷惑です。いわきの海は綺麗ですよ。福島県を悪とする者は許しません。単に福島県のイメージダウンにしかつながりません。風評被害ですね。風評被害を撒き散らす政治家。異常ですよ。次はこちら。何このカレンダー、気味が悪い。便乗商法にしか見えなくて悲しいです。お仲間のための活動でもあるのでしょうね。悪質です。次はこちら。福島県民にとって、日本の農業にとって、さらには日本国民全体にとって、極左が続けてきた反原発運動は迷惑以外の何物でもありません。なぜあの界隈は、福島を福島って書くのだろう？やっぱそう思っているのね、福島の方々。福島の方々はもっと声を上げ、福島議員のような活動家をギャフンと言わせましょう。最後はこちら。福島県の農産物、どれも美味しいからね。社民党のぼっち党首が余計なことするな、と言いたい。福島みずほはいらない。日本政界にいらない、福島みずほ氏。福島さん、多くの人があなたがいらないと言ってますよ。結論。政治家が福島県の風評被害を撒き散らすって普通に考えておかしくないですか？風評被害に負けずに精一杯努力し、あの未曾有の危機を乗り越えた福島県民を貶める政治家、福島みずほ。こんな政治家というか活動家、日本に必要ですか？どう考えても不必要ですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。